めっちゃこんばんは。違うね。テイク食べたいと思います。すんごい綺麗。いやー、いただきます。わ、めっちゃカカオだ。なんかさ、こういう時ってさ、あんまうるさくしちゃいけないって言うからさ、なんか声低くなっちゃう、余計にいつもより。なんかさ、声低い方が響かない気がするけどさ、そんなことない？声高い方が響くのかな、声低い方が響かないのかな。わかんない。多分何にもわかんないし、隣がそうだとしたとしても、メンバーだとしても、あんまり声響かない方がいいかなって思うから。うん、名前呼んでよくなったんだっけ、名前呼んでよくなったんだっけ。ありがとう、楽しかったツーショット。本当にさ、夜行バスでさ、名古屋から来てくれて嬉しかった。ありがとう。ありがとう、ゆきのちゃん。壁薄いらしい、わかんないけど、多分。うんふん。ネイルアップで見たい。右と左で違うんだよね。これが手ちょっと右がわかんないや、ちょっと左と右がわかんないけど。今ちょうど電波切れた。ありがとう、ゆきのちゃん。白い服、アイスにこぼす、アイスこぼす恐怖。何ラップ白い服、アイスこぼす恐怖。めっちゃラップじゃん、韻踏んでるじゃん。うんうん、バスで帰ってるのね、気をつけてね。うん、みくちゃんありがとう、会いたかったね。バイト偉いよ、頑張ってね。頑張ったねあ、なるみちゃんもありがとう、本当にみんなありがとうだよ。あばれブラックさん、明日もガハリ行きます、よろしく、ありがとう、待ってますね。え、かわいいな、イエット。みんな必要ないぐらい低いのに。これさ、フワちゃんさんが食べてた気がする。めっちゃ食べたかったんだよね。おとといの時なんか血も可愛かった。卒業パン申し込みました。あと解放チマチョゴリ。そうだ、そうなんだよね。チマさんもうさ、間に合わなかったと思ってさ、チマチョゴリ間に合わないと思っててさ、こないだね、ちょっと話したんだよ、その卒業する、6月卒業メンバーで話してた時に、なんかこれどこまで使うんですかねみたいな話してて、なんか生写真とかどこまで出るんですかねみたいな話をね
しててね。そうで、なんかチマチョゴリ出ないと思ってたから、なんかえみたいな、チマチョゴリ多分出るよ、最後の解放だよって言われて、今日のバイト代握りしめて公園行くね。ありがとう、本当にみんないつも働いて偉いのに、それをねチマのために使ってくれて本当にありがとうだよ。初めて名前呼んでもらえて感動大号泣ありがとうね。チマチョゴリ、あとはあの日のシークレットベースっていうチマが入って初めてのシングルの時の白組赤組の曲ですね。そういえば投稿見て生写真焼けてきた、よかった。チマチョゴリとね、あの日のシークレットベースっていう衣装が、ファミリー限定がチマチョゴリで、全員買えるのがあの日のシークレットベースなので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。そう、フラレフラストレーションです。チマがチマチョゴリ着てます。明日のために今日服買ってきた、かわいい。明日はねソロ公演だけの衣装着ます。美味しい、なんか思ってた食感と違ってびっくりしちゃった。美味しい。日向さんの親のスナック見ました。みんな本当に気をつけてね。でも今こっちのさ歯がなんかすごい痛くてさ、矯正なのかわかんないけどすっごい痛くてさ、最初間違えてこっちで噛んだの。まあいけるやろうと思ってこっちで噛んだらさ、びっくりするぐらいさ、あの痛くなっちゃった思ってたより硬かった。あのプニプニ系かと思ったら結構最初しっかり固めのチョコレートだった。あとチョコ食べてチョコ食べちゃった。うんうん、桃色、桃色体液のイベントのやつさ、なんか参加したかったんだよね本当は。でもさ、なんかちょっとその期間さ手伝とかいろいろあってさ、チマはちょっとやんなきゃいけないことがいっぱいいっぱいになっててさ、できなくってさ、20日までだから、なんかちょっと微妙だなと思ったんだよね。なんかいつもより声低いけどごめんなさい。なんかね、桃色体液のやつ、なんかえ、これ何の情報が出てるかわかんないんだけどね、すごいね。嬉しい、クラスの子がサックに触れて公演しに応募した、嬉しい嬉しい嬉しい。チマがいる間に見れるといいな、見てもらえるといいな。この桃色たい焼きってさ、なんて書いてあるページに。うん、この前公演楽しかった、ありがとう、ありがとうね。マジでめっちゃすぐ見つかるいいところにいた。
例の常連さんと二人で並んでみて、桃色って聞くとさ片思いしか出てこない。この間劇場公演のトレカでちまちゃんのサイントレカ当たった。家宝にします、ありがとうございます。家宝にしてください、売らないでください売らないか。でもあんま売られてるの見たことない。まあ見ないからか自分が。いつも妻のこと話してるから、ちまちゃん見るのも楽しみって。これ嬉しい、一緒に来てね。たまにはいい席で見たいね。なんかトレードじゃないや、なんだっけ、席が12時にならないと分かんないんだよね。なんかさ、桃色たい焼きさん集めるとさ、でさ1位2位になるとなんとかかんとかみたいなのさ書いてますか、情報出てるのかな。でもね、それがねすごいね、やりたかったんだけどね、時期が微妙すぎて。こうね、当たりますように、本当に。はあ。編曲者が友達、ウィンブルドンの、すごい。スコア入れますように、本当に。なんか一番推しがみんな入れるといいな。トレカ地引きしたことないから出るまで帰れませんはちょっと過酷じゃないか。そう、ショールーム公式特別番組出演権ってさ、誰が出るやつって出てる？髪伸びたんですよ。でもなんか髪の上が多くて下が少ない、すいてるからさ、少ないからさ、なんか余計に多く見える。勝手に入れる気でいるけど外れたらマジでどうしよう。本当にさ、入った方が、なんか入ってくれないとおかしいから入ってほしいよね。なんか別にさ、なんか自分のファンの方だけでなんか全席が埋まるとは別に、そういうなんかなんていうの、おごりがあるわけではないので、あのそこは勘違いしないでほしいんですけど、なんかすごいさ、なんか応募しましたみたいなのはさ嬉しいんだけどさ、それについてる文章とかさ、言葉とか聞いてさ、聞いたり見たりしてさ、すごいさ複雑にさなるパターンがあるわけよ。でなんかさ、プロフィールとか飛んでみたりとかしたら、ちまのファンの人じゃなかったりとかさ、でとかなんか、なんなら K2 のファンでもない方とかだったりしてさ、なんか別に当たってもいいし、楽しんでくれたら何でもいいんですけど、そう、なんかさ、こうやってさ、ちまのこと応援してくれてるけど、なんかちま一押しとかじゃなくて、別に推しがいるから DMM で見ますみたいなね方もいる中で、なんかそのね、見た投稿がすごい複雑な文章だったんだよね。なんか言ったらさ、なんかね、まあ、あんま吊るし上げとか
晒すのあんま好きじゃないからやんないけど、絶対にやらないですけども、なんかすごい複雑だなってなんか思っちゃうから、もうなんかだし、チマのファンの方が当日 DMM とかでもしね外れちゃって見てた時に、なんかさ、チマのサイリウムじゃないサイリウムばっかとかさ売ってるの見たらさ、チマのファンの人がさ悲しい思いをするからさ、せめてチマのサイリウムを振ってほしい。なんか生誕とかはあんま言わなかったけど、なんか本当にそれはそう、なんかメンバーの生誕でもそう思う。やっぱなんかね、メンバーの生誕の時にさ違うメンバーのサイリウム振ってる時さ、メンバー同士がさすごいさごめんなさいみたいな気持ちになるなるし、実際になんかごめんなさいって言ってるのも言ったこともあるし、聞いた言ったことはそんなないけど、なんか聞いたこともあるから、本当にさその推しのためにさ、なんかその自分そのメンバーのこと、そのメンバーのファンじゃないからいいや、別にそのメンバーにどう思われてもいいんだじゃなくてさ、なんかそう、そのなんだろう、その生誕のメンバーにどう思われてもいいとかじゃなくて、ただなんかその自分の推しもなんか悲しい気持ちになることがあるから、本当に本当にさ、そうなんかそれはねちゃんとねなんかした方がいいというか、うーんって思いますね、今だから言えるけど。そうなんか推しじゃない生誕に入ることが別に悪いことだと別に思わないし、まあ悪いことだとは思わないというか、そこでしか来れない人がいるのも分かってるから、なんかそれが嫌とかじゃないけど、なんかバーンって開いた瞬間にさ、みんなが同じ色の中でさ一人だけさ違うサイリウム振ってたらめっちゃ目立つからさ、なんか別にその人のことを人格を否定するわけでも何でもないし、まあなんかなんだろうね、卒業公演ってさ、卒業公演とか生誕祭ってさ、なんかなんだろう、まあ有志の任意、なんか任意みたいなとこはあるじゃん、なんか任意みたいな、まあ任意じゃないですか、そんな制御されてるわけでもないからね。だからなんかそのパンフレットとか最初に配られるの見て統一サイリウムをせめて確認するとかねしてくれたら、なんかすごいなんだろう、でさなんか、まあ、ユニットもさなんかね、ユニットとかさ絶対触れるタイミングはあるからさ、なんかそういうのはね、うん、なんかそういうところで振ってくれたら嬉しいし、MC とかもさみんなそこで見てくれると思うから、そこでなんか振ってくれたらいいのかなと思いますが、なんかねなんだろう、なんかチマはオタクとしての気持ちもわかるしアイドルとしての気持ちもあるんだけど、なんかこういうなんかね人格否定みたいなコメントはあまり良くないなと思うんだけど、なんかそうそうそう、なんか、まあ、いろんな人がいるのもわかってるし、中には本当にもう外国から来てくださってて、もう今日しか来れなかったんだみたいな人がねいるのもわかるけど、わかるし、もしかしたら本当に知らない人もいるかもしれないし、そうそうそう、だから別にそれがなんかそれをなんか晒し上げたりとかするのもまた違うなって思ってるけど、うん、なんかなんだろうね、もう今推し登録がないってわかってるから、自分のためにも推しのためにも、なんだろう、推しのためにも自分のためにも、あとその生誕祭をねやってくださるファンの皆さんのためにも、やっぱりいっぱい考えてやってくださってると思うので、
せめてなんか、協力してくれたら嬉しいなとは思います。その振りになってないよ、大丈夫。これね、ずっと言いたかったんだよね。だってさ、今活動してるメンバーはめちゃめちゃ言いづらいじゃないですか。だからでも辞めてから言ってもさ、みんな届かないだろうし、なんかね、やっぱみんなが思ってる以上にね、推し祭ってめっちゃ目立つし、推し祭とかうちわってめっちゃ目立つんだよね。だからなんか生誕 T シャツもそうだけどさ、なんかちまのファンの人って本当に、なんかめちゃめちゃ治安がいいんですよ。もういいよ、これはやめよう。このね、なんか人間的な否定をするのはやめてほしいんだけど、なんかチマのファンの人って本当に一生言ってるけどめっちゃ治安いいんだよね。だからチマがその治安があまり良くないことを好きじゃないの分かってるから、本当にみんななんか暴れたりしないしそう、本当にね、暴れてる人見たことないでしょ、チマのファンの人で。なんかね、どっちかというとね、なんかちょっとなんか揉めそうになる人ってね、チマのファンの人じゃないんだよね。チマのレーンにいても本当に、なんかほんとにそう、これ美味しいな、これ美味しいです、これめっちゃ美味しいです、本当に。美味しい、これマスカットグミ入ってる、いいですね、これ美味しいです、本当に。太田工場だって、株式会社ストロングハートさん、ありがとうございます。マスカットにチョコかける、そう、強の強だよね、これさすがに強だよね。おいしい、ちょ、やっぱチョコレート大好きなんだよな。なんか何が入っ、なんかね、チョコがね、なんか全然柔らかくない、溶けないから、なんか何、成分何入ってんだろうって思ったそしたらなんか なんでこんな全粉乳、カカオマス、ココアバター、
あのチョコレートの部分、うん、美味しいですこれ。とてもあラムネにチョココーティングされてても美味しそう。川島さんが思う麻雀適性がありそうなメンバーは、もうこれはなんかね2つあると思ってて、なんか麻雀適性って難しいんだけど、まあ運、いわゆる運の要素とシンプルに戦略的な意味で麻雀がうまそうなメンバーっていうのがあるんですけど、とかなんかハマったらすごいなんか楽しそうかなって思ってくれそうな人っていうのがあるんですけど、運の要素で言ったらもう冬ちゃんと、あとあやめろさんとかもめっちゃ強そうだなって思う。あとゆうねちゃんとか、そうそう、がなんかなんかすっごいものを引き当ててくれそうなんかなんなら冬とかさ、なんかルール覚えなくてもさ、なんかあゆきさんとか、ゆきさんも強そうだな、ゆきさんも強そう、あとルカさんも強そう。そうなんかケツはねそういう人多いイメージある。でなんかここら辺の方々はなんかもうルールをもはや覚えなくても、なんか毎回手がいいからなんとなく上がれちゃいそう。冬はねもう絶対的に運がいいので私冬ちゃんより運いい人見たことないから。そうで麻雀のルールを覚えたら強そうなのは、まあ、確かにオシリンさんとかも強そうだし、なんか6期生さんかなやっぱ。うん、そうフィーちゃんはね、あのねドンジャラの時もね、あルカさんってこんなになんか運とかすごいいいタイプでやっぱ強いんだなって思ってたら、もう最後のフィーちゃんで、あーそうそうやっぱフィーちゃんは運がいいんだよなって思ったアイリちゃんは降りなさそう、確かに降りなさそう。冬はね、クジもジャンケンも強いね、引きがいい、めちゃめちゃ。そうそう、なんか冬はルールとかわかんないで、もうわかんないわかんないって言いながら、もうオーラスで、あのオーラス親番天保を決めて一瞬でまくるみたいなタイプですね。ルール覚えたら強そうなのはマナッキーさん降りてるアイリさん想像してみたら面白すぎるアイリちゃんは降りないだろうね。そうそう、フィーはなんかわかんないわかんない、え、なんかとりあえずこれってこれをなんかこれを集めればいいのとか言って、気づいたらチンイツとかチューレンとかしそうだよね本当に。え、なんか 1がなんか3枚揃った、え、9も3枚揃った、え、なんか2から8まで全部揃ったよみたいな言いそうだもんね冬ちゃんって本当に。うん、誰が強いんだろうね。うん、でも池田は一回麻雀教えたことあるよ池田もでも覚えたら絶対できると思う。あとねケツはなんかゲーム好きな人多いから、覚えたら絶対になんか楽しくできると思う。そうそうそう、なんかわかんないけど白3枚、え、なんか、え、同じの持ってくればいいのとか言って、白チュン初、え、なんかいっぱい字が来たとか言って、なんかさ上がりそうじゃん数アンコ第三元通位層。まあ卒業生だけど相田さんとかも絶対強いなって思う。あとそう、大富豪強い人はね強いと思うよ絶対に、だって一緒だもん。フィーちゃんはねリーチなんてしません、なぜならそれがテンパイしてるかどうかなんて分かんないからです。
ふーちゃんは、これは本当に絶対そうなんだけど、とあのまあちょんぼなしルールにして、ちょんぼなしルールにしたとしするじゃないですか。で、トンパツで一回「えこれ形できてる？」みたいなこと言ってリーチするじゃないですか。でそれイーシャンテンの脳天リーチで「はあもうふーさんわかんないからもうリーチできないし」って言って、あのオーラスでなんか揃ったから「えこれできてる？」って言って確認してもらってあげたら役満です。これはもう確定。ねえ、なんかランさん、スズランさんとかさ、あとナオさんとかもやるよね。最近やってますよね。そう、なんかナオさんのさ、ジャンタマ配信もさ、めっちゃ気になるんだよね。うん、冬は絶対いつもでしか上がんないよ。うん、一発裏ドラ。そう、クラシック、クラシックやったらいいんじゃない、ふいちゃんって。でもな、ふいちゃん一発裏ありがめっちゃ強そう、赤ありも強そう。うん、なんかちかさん確かになんか不遇そう、なんかなんか覚えて他のメンバーより確実に理解しているのに上がれないっていうことがありそうではある。さんは何なんて言うよ、わかんないけど。菅原さんとかも言いそう。ちかさんは松本だから強い。え、ちかさんってそんななんか不遇キャラなの？クマさんはチモではないな、ツモって言いそう、なんかツが言えでもね、クマさんってサシスソが弱いんだよね。そう、こないだね、バナナの謎はまだナナナナだぞっていうね、早口言葉をね、チマが言えないっていう話をしたらね、クマさんの方が言えたんだよね。で、クマさんはなんかサシスソが言えないらしくて、チマは何々のが言えない何々のが言えないんですよ。そう、里川さんも確かに、里川さんめっちゃ黒沢さんみたいな麻雀ってほしいな。うん、確かに3600は言えないね、絶対3600だけは言えない。あ、きょうちゃんはうまい、絶対きょうちゃんはなんかうまそう。サンシャンテンは言いにくいな、ウーシャンテン。新2000、受け田はね、あれやってるよ。受け田もっと多分言えるよ、あれはちょっとね、あのね、チーム E で言うね、ロリブってたね。うん、あずあず確かにな、なんかあずあずってババ抜きとかも強そう、めっちゃ。あ、ココちゃんが一番強そうかも、なんか。うん。
なんやかんやココちゃんが一番強そう。おしりさんは固く打つ、絶対そう絶対そう。いや、こちゃんはね天砲タイプっていうより WWE っぽい。そう、なんかシンプルにこちゃん養生掴んだらめっちゃうまそうだな。タミキちゃんポンの発生早そう。確かに、なんかポンの発生は早めにって言ったらめっちゃ早く言ってくれそうではある。でも本当にさ反射神経悪くてさ、めっちゃ頑張ってポンって言う、もう本当にもう出た瞬間にポンって言おうと思って、で出るじゃないですか、出てちょっとしないとポンって反応がねちょっと遅いから、本当に人より倍ぐらいの速さで反応しないとダメ。みおちゃんはダマテンうまそう、なんかめっちゃうまそう。なんかダマで上がることに快感を覚えたらめちゃめちゃ速そう、なんか強そう。なんかダマでさ、なんか単葉とか上がってさ、めっちゃなんか単葉若々とか上がってほしい。うん、ミキちゃんは絶対フリテンするよ。みおまるさん、あ、みおちゃんみおたん52。次の人が質問した後にポンって言ったら向こう。そう、最高位戦ルールはチョンボか、小チョンボになるんじゃないかな。とそのツモをするのに一泊、そのツモをする、自分がツモを積もる時瞬間に、他者のそのポンとかチーの発生がないっていうことを確認して積もらなきゃいけないんですよ。っていうのが積もる人側のやらなきゃいけないことで、まあポンとかチーとか風浪する時は、その風浪する人はもう速やかに発生しなきゃいけないっていうルールがあるので、そう、そのどっちが遅くてどっちが早いかによる。その明らかに一泊待たないで積もっちゃったらそれは先積もだからダメで、そう、先積もっていうチョンブになるからダメで、で明らかに遅いポンとかチーもダメです。そうなんです、めちゃめちゃそうで、ポンとチーにも差があるからそれも守んなきゃいけないんですよね。難しいですね。そうなんですよね。だからまあ なんだろう、まあ明らかに濃いな上がりほうきだっけな、先相撲上がりほうきだった気がするな。うん、そうそう、エレベーターラインっていうのがあるんですよ。そう、エレベーターラインをその超えてみたいな。そう、なんかね、でも最高位戦ルールはね正直めちゃめちゃ難しいので、あのなんだろう、その例えばイベントとかに来てくださる、これからねイベントが、麻雀のイベントがある時とかに、やばい覚える、なんかできるかなとはならなくて大丈夫。基本的にはまあ
普通の速さでやってれば大丈夫です。うん、でなんかチマもその初心者の時によくやりがちだったんだけど、なんか自分の手に集中しすぎてとか、人と喋ってて自分の手番を忘れちゃうみたいなことが結構あるんですけど、それの方が多分気をつけた方がいいかなって思う。なんかだいたい時間打ち切りって言って50分で一半ちゃん1ゲームやりますよみたいなことが決まってたりするので、なんかそういうなんだろう、そっちの方が結構なんだろう大事かもしれないなと思いますね。最高位戦のバギメのやり方が未だにわからない。あ、最高位戦のバギメのやり方は普通に親決めバギメは二度振りサイコロ二度振りなんですけど、その件見ればわかります。なんかね、説明するのが難しいんだけど、まあイーピン、リャンピン、トンナンシャーペを持ってきて混ぜて、その混ぜた人の対面の人がサイコロ1回振ります。でそのサイコロの出目で出た人がもう1回振ります。で開きます。で1と2を近い方にの端っこに持っていきます。でその2回目にサイコロが振った人、サイコロを振った人の出目の人が奇数だったら1の方から1個ずつトンとかダンとか持ってって、偶数だったら2の方から持ってくっていう感じなんですけど、すっごくよくわからないと思うのでその件を見てください。これは私今園田さんのことを勝手に呼び捨てしているわけではなく、その件というあの YouTube があるので園田さんの見てください。そこにあのプロテストを受ける人のための動画みたいなのがあるので、理解するの大変、そう難しいよね多分。でもなんかやってることは別に難しくないんだけど、多分言葉で聞くと余計難しいと思うし、まあ最高位戦のこのルールを打たなきゃいけない時はきっと最高位戦のプロアマとかそういうのに出るんだったらとかはで覚えた方がいいですけど、基本的にはまあバギメする場面そんなあるかな。最高位戦のやり方のバギメをやるのは本当にプロアマぐらいだと思いますね。うん、だからまあ一旦は覚えなくて、うん、そう街中ではね覚えなくていいですね。フリーとかは別に大丈夫って感じだと思いますね。クラシックルールで打ってみてどうでした？クラシックルールは難しいというか、もうドラがなかった時の絶望感がすごいです。プロアマっていうのがあるんですけど、まあもしかしたらちまさんもそのうちゲストとしてどっかで呼ばれるかもしれないし、呼ばれないかもしれないみたいな感じで思って聞いてほしいんですけど、そう、それぞれの支部でやってるプロアマっていう大会があって、基本的には最高位戦ルールの麻雀をプロとアマチュアなので、そのプロじゃない方一緒に混ざって打つ麻雀交流会的な大会ですねがあります。はい、そうで、そこになんかまあゲストの方が本部とかいろんなところから来たりなど、そう、トンナンシャーペー、そう、つかみ取りとかもありますね。プロ1アマ3の時もあるし、プロ2アマ2とかもあるし、なんかうん、
規律は本当にその支部と参加者の人数によりますね。うん。ちなみにチマさんが7月に入るベルバードさんはバギメは多分ないはず。自分のだいたいそういうゲストの時は自分のゲスなんか番号みたいなのが大会みたいなのは多分だいたい番号が決まってて、その番号を宅組表みたいなので確認して、その宅のこんなシャーペーみたいなのも多分全部指定されてる気がしますね。うん。だからなんかこれ難しくていけないとかもないです。大丈夫。うん。うん。そんな感じですね。まあ、代わりにお留守番だけど麻雀3週連続でいきます。嬉しい、ありがとう。来月までに面識ない人取った方がいいかなと。どうなんだろうね。でも確かにどうなんだろう。なんか千葉のなんかなんだろう、なんかさ、わかんないんだよね。なんか仲間内でその打って麻雀を覚えたというよりは、なんかどうだろう。千葉は結構なんか仲間内で覚えながらやりましやってお、ん打ちながら覚えましたみたいな感じではなくて、なんかそうなんだよな。なんかチマはなんか分かる人に教えてもらってそっから勉強アプリでしてるみたいな。で初めての雀荘もなあれだったからな未完全だったからな。難しいな。そうでも不安だったら一回行くの。うん。でもなんかスピードに不安があるとか、スピードとか点数申告に不安があるんだったらベルバードさんみたいなとこにいてもいいし、そうなんかもう自分の好きな用に7月14は予約したて。あ、嬉しい、ありがとう。すっごい豪華。何早食いって何？早食いがあるの？でも全然わかんないや。そう。でもこの間勉強会しちゃった時にさ、絶対積もれないと思ってたらさ、積もれちゃってさ、すっごいテンション上がって、人生で初めてすごい煽りみたいな積も発生しちゃった。積もーって言っちゃった。めっちゃ煽っちゃった。本当に良くないんだけど。なんかそう、そういうのはありますね。なんか仲間内でしか打ったことがなくて、そのなんだろう、もう絶対多分ね、そう人的にはないと思うけど、なんかまあね、もしかしたら中にはそのめっちゃシャミアリでやってる人もいるかもしれないし、まあそれは感じ、あの違うよ、そのなんかなんていうの、あのちゃんとそのなんだろう、そういうあのそうそうそうあのあのね、ちゃんとなんていうの、あの大丈夫、その本当に学ばれではない、もっとちゃんとしてた。そうなんかこんなん積もれないよなーって思ってたら積もれちゃったんだよね。びっくりしたね。
喜んじゃダメだね。そう、喜んじゃダメっていうのはちょっとなんか独特だよね。なんか喜んじゃダメっていうか、その喜んでもいいんだけど、別に喜んだことを他者に分かるように喜んじゃいけないって言い方があるのかな。なんていうの、なんかゴルフみたいな感じ。紳士的に やった方がいいなと思う。高めなの上がれたっていうか、あ、でもそう、まくってそうトップになったんだけど、3着からまくって、そうマンツもまくってトップになったんですけど、そうそう、喜ぶと月が逃げるすごい、そんなね、そう、ロンの時にロンロンロン、それローンって言わなければ大丈夫です。本当にみはるの推しだけの宅で上がって煽ってほしい。いや、だからそういうのはね、いつかなんかちまちゃんオフ会みたいなのができたらね、やりたいよね。アップルかわいいね。なんだろうね、なんか喜んじゃダメっていうか、だってなんて言うんだろう、その妻に力が入るのとかはしょうがないと思うんですけど、なんて言うんだろうね、まあ難しいですね、考え方によりますね。ロンロンロンってやっちゃいけないっていうね、そういうのはありますね。ついロンとか妻の前にあってっちゃう、わかる。それはラーメン好きだから推し麺会に参加っていうよりは、なんかちま今お仕事を受ける術が全然なくって、そうなんですよね。で、まあね、これはね、あれなんですけど、いつかこういうことをしたいっていう話をしてた時に、なんかゲストが決まったって感じですね。ちまちゃんオフ会をする場合は見学額も作ってください。なんかさ、どうしたいかな、難しいんだよね。すごいなんかいろんなこと考えてる最近。なんかさ、やりたいこといっぱいあって、そう、やりたいこともいっぱいあるし、なんか麻雀を、そう、ベルバードの深いね、見学枠あるんですけど、多分東京だからね、ちょっとね、わかんない。メインオフ会の方も、そう、メインオフ会の方も多分トリパパさんっていうアカウントがあるんですけど、ベルバードやってらっしゃる方に多分リプとか連絡をすれば、あ、いいよ、見学おいでって言ってくださるとは思います。かなり、そう、鳥パパ、そうそう、なんかいろんなことしたいよね、卒業したら。なんかさ、ちまってさ、なんかやりたいこともいっぱいあるし、今なんかね、でもやりたいこともいっぱいあるけど、なんかビジネスをしたことがないから、一人でなんかすごいさ、なんかすごい、なんか自分って浅いなって思った。頑張りたい。なので、そう、結構なんかもう今日、なんか今日最初で最後ですみたいなね、人もいたんですけど、最初でしかないので、最後になるかはちょっとあなた次第なので、最後にならないようにしていただけるとね、大変嬉しい。かわいい、勉強会勉強会ノート
ノートに沿ってくれるのメモ、かわいいね。なんかそう、そうなんだよね、ちま初心者対初心者の皆さんにも麻雀をね好きになってもらいたいという気持ちは大変ありますので、そういった何かができるようには頑張りたいと思っております。危ない、充電が 2% しかなかった。麻雀はやればハマる、本当にそうだね、楽しいからね、世界で一番。うんうんうん、いい配信ですね、伸びしろですね。この間のさんちゃんマジで面白かったな。なんかさ、そう鉄の話しようとしてたんだった。そう鉄のさ、なんかね、ちまなんかね、最後の鉄のだったらしいんですけど、いつもとポジション違ったんですよね。そうで、すっごいね緊張してた。そう不安だった、緊張してた。でもクマさんとペアで踊った。もういつものポジションだとクマさんと手をつなぎながらでペアがあるんですよね。2% でも配信続けられるスペックがすごい。そんなことない。チマの携帯は本当にオンボロさんになってきた。そう、クマさんさ、本当はポニーテールしようとしてたんだよね。そう。で、そう。チマはその日もなんかめっちゃ不安で朝から練習してたら、クマさんがレッスン場来て、髪型お揃いしましょうって言った。下手じゃないんだよなと思って言ったら大丈夫だ。そう、下手多かったね、あの日めっちゃ。そうそうそう。でさ、え、母さん鉄のツインテールのイメージじゃないってこと断られてたの？あれしちゃった。まあでもそう、ユニットもね、クマさんはねあるから。ちまポニテじゃないんだよな、ウィンブルドンは本当にツインでやりたかったんだよな。そうそう、あとちまがシンプルにクマさんのツインがめっちゃ好きで、めっちゃ好きで、そう声出しのやつとか見てて、そう、ちまあんまさストレート高めツインしたことなかったからさ、クマさんの見て、かわいい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 ってなった。で、うん、いつか、いつまたいつか見たいなって思ってたから、鉄の今日しかないと思って、高めツインしたいですって言いました。そう、帽子入んなかったらハウスツインかなって思ってた。可愛かった。なんかさ、鉄なって本当にさ、なんかね、ちまそう、本当に最後の鉄なで気づくことじゃないんだけど、三半規管がすっごい弱いほどに気づいたんですね、最後の鉄なで。でなんかそう、研究生の時とかもなんかその頭を振るのって結構 SKE の中では結構な定番というか、 SKE のダンスって頭振る人が多いから、なんか研究生の時とかからね、ちょっとずつなんか頭を振るようにね、踊るように練習してみたりとかしてたんですよ。でもなんかすごい、なんかその度にすごい熱中症っぽくなる、なんか頭痛くなるから、なんかシンプルにすごいなんかバテてるのかなってずっと思ってたんですけど、最後の公演で気づきましたね。します。三半規管がめちゃめちゃ弱くて、頭を振るとなんか酔っちゃうんですね。そう、多分酔っちゃってるんですね、あれ。そうだから
チャイムはラブソング、なんかね、マンゴーでも頭すっごい振ったし、鉄菜でも頭振って、でその後にチャイムで目の前にクマさんがいる瞬間にもうスイッチ入っちゃって、じゃあ私チャイムいつもすっごいスイッチ入るんですけど余計スイッチ入っちゃって、ですっごい頭振っちゃって、間違えてなんかすっごい頭振って、いつも通りに振ったら、そう振りたいように振ってみたらすっごい頭が寄っちゃって、そうなんか熱中症になったと思ってたんですけど、熱中症っていうより多分三半規管がダメなのかなって思いましたね。そうだから、そうその後あんま頭振れなかった。そうそうそう、でもなんか最後の公演で気づくことじゃなかったなって、自分の人体の仕組みを最後の公演で知りましたね。そうだからなんかその後に結構頭振らないように、なんか振りすぎないように気をつけてたら、すごいなんかなんともないんですけど、振った瞬間一気になんかうってなるから、そうなんか別に振るのが正義じゃないから言えてる、これは振るのが正解っていうか、振るのだけが振るのがそういう振りっていうわけじゃなくて、そのみんなのそうここのダンススキルやアレンジでやっているものなので言える。首はね全然大丈夫なんだよね、だからすっごい頭だけ痛くなるのなんでなんだろうなってずっと思ってた私は。ですごいいろんなことをねこの5年半考えてたんですよ。あ、私はすごい脱水症状になりやすいんだとか、とにかく熱中症になりやすいんだとか、すっごいいろんなことを思っていたんですけど、最後の最後にあ、これ三半規管が弱いだけなんじゃないかって気づきましたね。はい、すっきりしました5年半経ってそう、なんか振るのが嫌だっていうよりは振りすぎないというか、その振る時の振り方にも気をつければ大丈夫だっていうことを最後に気づきましたね。はい、そうなんですね。左右に振りすぎると私はダメなタイプって気づきましたね。はい、卒業前に気づいてよかった。そうそう、振り方が大事。みんなもね頭を振ってみたらね分かると思います。頭を振り方によってねすごく痛くなってしまうという方もいると思うので気をつけてくださいね、本当に。そう、最後まで学びのある公演だった、本当に。そう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 、みんなも頭を振るときは気をつけてください。そう、なんかいつもと違うなって思ったらそういうことでしたね。そう、しかもマック食べてたからもう本当に怖くて、もう最後の公演が黒歴史にならないかめっちゃ怖くて。リアシーのアリバイやったことある？楽園の階段か。リアシーのアリバイやったことないか。なんかね、そう、ずっと激しく踊りすぎるとなんか熱中症になるんだって思い込んでたんだけど、三半規管だったな多分な。半規管めっちゃ弱いんですよ、だからすぐ車酔いするし、回りすぎる、そのぐるぐるバットみたいなのがすっごい苦手なんですよね。ちっちゃい頃から一人でくるくる回ってたらすっごい頭痛くなったから、三半規管はねすごい大事ですね。ジェットコースターはね無理ですね、シンプルに。なんかなんでジェットなコースターに乗らなきゃいけないのかがわからないですね。後ろ向きに歩くと鍛えられるらしい、それかツボを押すという。あー、ツボはいいよね、この一円玉貼るやつね。バレエはくるくる回るけど、バレエの回るとはなんか違うんだよね。そのぐるぐるバット的な回りが苦手です、ティマさんは。子供の頃は車酔いしたけど大人になったら自然になった。あとね、そうなんかね、あんまりね寝れてないとすっごい三半規管弱いですよね。あんまそう、寝れてるか寝れてないかがすごい大事。体調と半規管が
あれですね、飛行機ね、飛行機わかる、飛行機でも5年半乗ってない、6年以上乗ってない。自分で車運転するようになったら車を用意しない、あ、言いますよねそれ。なんかそう、なんかさ、車、なんかちっちゃい頃ガールスカウトとかやってた時になんか車バス移動みたいなのがすごい多かったんだけど、その時もなんか車の運転をする真似をすると酔わないって言ってた。そう、なんか山を見るとかも言うけど、車、そうそうそう、なんかね、自分の車を、自分がこの車を運転してると思いながらハンドルを握ってるふりをして、こうやってずっとやってると言わないんだって。なんでなんだろうね、わかんないけど、自分が運転してると言わないらしいよ。ぜひぜひ、あのすごいよく酔う方は、すごくよく酔う方は、助手席とかに座った時は自分を運転してると思って、左右両ハンドルだと思って運転してみるといいかもしれませんね。免許ね、取りたかったんだけどね、ちょっと免許ね、取らない方がいい人間なんですね、ちま、多分ちまさん、あのね、立体的な形を認識すること、空間把握能力がすっごいなくて、なんかよくぶつかるし、そう、よくなんかガーンってなるんですけど、そういうのも含めてなんかすごい、なんかね、そういう能力がね、あの欠落しているのかわかんないんですけど、ちっちゃい頃から立体的なことものがすごく苦手なので、ちょっと車は危ないんじゃないかなと思います。地図苦手、地図苦手ではないんですけど、地図もその地図上だったらいけるんですけど、そう、なんか立体的なものはね、すごい苦手なんですよね。空間に、そう、空間認識能力みたいなのが、ま、マジでないから、車幅がわからない。で、私1センチとか10センチとか言われてもサイズ感がわかんないんですよ。あ、そう、あと、そう、左右もね、無理なんだよ。左右もだからね、ちょっと左折右折が難しい。あ、そう、縦列駐車とか多分無理だと思う。もう大きい道で、そのグラセフってわかりますか？グラセフってゲームみたいに、なんかもう自由に運転していいよって言われたらギリ耐えるけど、三次元がすっごい苦手。そうだから多分チームガンダムとか乗れないと思う、本当に。カーナビも無理なんだよね、だから、そうそう、そう、グラセフなら問題ないんだけどね。あ、マリカーもね、最近できるようになったねちま、最近マリカーのやり方やっと気づいたね。エーペックスとか言う、エーペックスとか言うかも。あ、でも分かんない、自分でやったことないから分かんない。荒野行動とかか、荒野は言わないや。でも人のやつ見るとすごい、なんかいっぱい動きすぎて分かんなくなる。そう、グランドセフトオート、グラセフ。最近車高で縦列駐車やってきて成功した、すごい。あ、そう、左右も分かんないからね、シンプルに頭が弱いかもしれない、千葉さん。あ、そう、なんかね、なんかハイテクなものは酔っちゃうんだよね、そういうのありますねそう、車両感覚とかが分からないです、ね、バスの運転手の免許とか取ってみんなでバスツアーし、危なすぎるって、何も喋れないってだったらバスの、バス貸し切ってチマがバスガイドした方がいい、絶対。空間把握できなくて飲み物が口に届かず、あるある、なんかでもマイクとかもそうなんだけど、どこまで近づいたら歯にぶつかるかが分かんないんだよね、一生分かんないんだよね。だからたまにすごい歯にぶつかっちゃうんだよね。左に見えますのはってできない、できないね。だから一回確認させてほしい、こうやって右に見えますのはってちょっと一回確認させてほしい。千葉のバスツアー誰が参加したいのバスガイドしたらめっちゃ酔うかな。バスガイドさんって酔うんかな、分かんないや、ただの運転手。
チマ、そういうことね。チマ運転のバスはめっちゃ面白いよね。どういう聞いたことないコンセプトで面白すぎる。危ないよ。うん。ジャングルクルーズとかやりたいよね。あーちまマルチタスク苦手だからな。ちょっとごめんなさい、すいません、ちょっと話しかけないでほしいので。そうそうそう、ジャングルクルーズも普通にやった。ジャングルクルーズやったことないな。てかもういつもさ、SK に入ってからディズニーも行ったことないし、ユニバも行ってないし、飛行機も乗ってないし、その仕事とおじいちゃんおばあちゃん家以外の他県に行ってない、一回も行ってない気がする。本当にもう本当になんかそういうことしなかったな5年半。なんかね、明日突然仕事が入ったらって思ったらなんか旅行に行きたいって言えないんだよね。そう、札幌が初めて飛行機に乗るタイミングだったんだけど、まあ飛行機北海道にね、麻雀プロとして行けるかもしれない可能性をね秘めているので、ちまは。ディズニー行ったことないな、大人になってから。ずっと行きたいんだけどね。行動範囲が広がるよ。行動範囲、車、可能性を秘めてるっていいね。可能性を秘めているよ、伸びしろがあるよ、自分にはって思って生きてるよ。そろそろ腕が疲れてきたよ。飛行機のさ、ファーストクラスに乗ってみたい。なんか国内線にもファーストクラスってあるじゃないですか。ちょっと乗ってみたいよね、大人になったら。セントリアに飛行機のテーマパーク、あ、そういうの大好き。あれも好き、キッザニアみたいなの大好き。キッザニア、大人のキッザニアめっちゃ行きたいんだよね。でもなんか気づいたらいつも終わってる。そうなんですよね。はい、チマさんは人生を頑張るマンするんだ。さっきさ、絶対さ今日飲まないのにさ間違えてほろ酔い買っちゃったんだよね。でもさパッケージ見せたらさバンされちゃうからさ、ちょっとダメだね。なんか全然見たことない味のほろ酔いがあって売っててなんかえっと思って、それ一回ね、池田さんとね、池田さんのお家でなんかねほろ酔いパーティーをしたことがあったんですよ。ほろ酔いのいろんな味をひたすら飲んで、なんか金宮焼酎買ってきて、あのなんかお茶とか割ってみるパーティーをしたことがあったんですけど、池田さんとお正月にしたことがあったんですけど、それがあったから池田にこんなのあったよって見せようと思ったら、池田も配信してたからちょっと無理でしたね。麻雀のプロの人は多いですね。あ、見せちゃダメなんだった。危ない危ない。23時59分になったら見せるか。かけすぎでは。金宮とほろ酔いは釣り合ってない。なんか、割ろうってなったんだよ。チマがジャスミンハイが美味しいよって話をしたんですよ。でも、イさんは飲んだことがないって言ったから、あれ、ウィスキーが何？チューハイ？え？わかんない。ちょ、一生覚えれないな、これ。あ、ウィスキーがハイボールだ。
最後に晩も経験しとく。ウイスキーがハイボールで焼酎がチューハイか、チューハイ、はい、もう分かんない、やめて、もうはいとかやめて。そう、なんかそうなんです、いっぱい。いやいや、濃くする話やばすぎる、本当にめっちゃ面白い。サワーは何？チューハイボール、焼酎ハイボール、なるほどね。サワーは何？サワー、サワーは何？サワーって何？炭酸？何？ノンアルで十分酔えるようになりました。大事やね、ノンアルで。うちももうノンアルで酔える、頑張れば。てかうちもあんまお酒強くないんだよね多分。サワーは炭酸割り、レモンサワーの素を割ったらレモンサワーってこと。サワーもチューハイ、サワーは何、スピリッツ。フさんお酒強いなすよ、すごい。フさんマジお酒強い。冬ってさ、なんかあんなポンコツっぽい感じでヒョロヒョロしてるように見えてさ、お酒強いしさ、辛いのめっちゃ強いしさ、そうそうそう。なんか意外と強いんだよね、なんか生命力強いよねやっぱふいちゃんって。ホッピーって何？ホッピーもねよくわかんない、飲んだことない。池は普通に飲めると思う。ご飯の量も冬食べれるよ、普通に。なんか普通に食べる。なんか本当に小食でもないし、すっごい大食いかって言われたらまあ普通なんだけど、多分そんなだけど、でもなんか食べるときめっちゃ食べるし、この間お弁当食べた後にマック食べてたから普通なんだよね。普通に食べるんだよね冬ちゃんって。生命力強いんだよね。そうそうそう。ホッピーはビールの焼酎、ビールの焼酎割りって何？ビールの焼酎割りって何？麦。え？ホッピーってビールの焼酎割りなんだ。へえ。アルコール 0.8% の焼酎の割り剤。え？割り？焼酎を割るものってこと？ちょっとわかんない。え？難しくない？ホッピーっていう炭酸飲料に焼酎入れるビール風味の、あ、そうなんだ。初めて知った。なんかさ、たまになんかさ、ご飯屋さんとかにホッピーってあるけどさ、なんかホッピーってなんだろうって、楽しそうだなと思ってた。なるほどね。焼酎、じゃビール風味の炭酸に焼酎を入れて割るってことね。なるほど。居酒屋さん行ってもまだ何が何だか分かんない。分かんないよね本当に。じゃあビールじゃないんだあれ。ホッピーハッピーってことね。難しい。そう、全然分かんないやちま。オールフリーってこと？オールフリーではないか。あなたの名前は何ですか？川島美晴です。困ったらコーラでいい。本当にそう、あのさ、みんなさ知らないかもしれない、知ってると思うんだけどさ、コーラが一番美味しいから。うちも本当に何のご飯でもコーラでいけるな、本当にそう。
ということで、明日はごめんなさい、こんなお酒の話ばっかりして、明日は最後の幕張メッセです。皆さんぜひ来てくださる方は気をつけてお越しください。明日はあんな髪型やこんな髪型をしていきたいと思います。皆さんぜひ楽しみに来てください。バイバイ、おやすみはるん、早起き頑張ろうね、おやすみ、バイバイ。